ケーキの皆さんのくれたまーイエーイ。さあ今回もチャレンジしましょう。勝手に世界チャンピオン。でもね、昨日の小泉ちゃんがめっちゃ強すぎて、ちょっとちょ自分の弱さにちょっと痛感してますが、やっぱ世界チャンピオンは自分の弱さも知りながらも戦いに出向かうっていうね、やっぱそういう気持ちを込めて頑張りたいと思います。それではまず、誰かこう集めてほしい、一緒にやってくれる方をねちょっと探していかなきゃいけないんですけれども、時間なくて申し訳ない。ごめんなさい、ございます。優しかったよね。私と一緒にあっち向いてホイをやってもらいたいんですけど、一回やってもらってもいいですか？美味しそうな大判焼き食べてるなあっち向いてホイをやってもらいたいんですけど、一回だけ行ってもらってもいいですか？すいません。あ、いいですよ。どうぞ、やります。はい、やります。ありがとうございます。どうしよう。ありがとうございます。はい、よし、頑張りますね。引かれないかな。よし。嘘、テンション高い。もう行くぞ。よし。最初はグー、さて、ほい。あいこでしょ。あいこでしょ。あっち向いて、ほい。やったー。嘘やん。嘘やん。やったー。お名前教えてください。宮本です。宮本さんに勝ちました。ありがとうございます。嘘やん。嘘やん。今年30なので心も芽生えてから多分25年ぐらいですまあまあな歴な方と戦わせていただきまして初めての勝利、ありがとうございます。宮本さん、ありがとうございました。ショックしかねまた次回やりましょう。えい、ありがとうございました。よかった、ありがとうございます。やったー。ということで無事、宮本さんに初めて1勝しました。いやすごい、いい意味で、いい意味ですごい素直な方で、そのまんま指の通りについてきてしまった宮本さん、感謝しかありません。ありがとうございます。ここで一句。宮本さん25年を返してね。ありがとうございます。ちょうど私が今25歳なので、その分宮本さんはあっち向いてホイ歴をしていたという、その方に勝てたっていうのはね、やっぱもう本当に自信につながるというか、自信でしかない、ありがたいことです。このまま勝手に世界チャンピオン目指したいと思います。